京都洛南高校対福岡第一高校の決勝戦、これから後半に入ります。42対35と洛南が7点をリードしています。まあ、問題は後半が始まったこの第3ピリオドでの福岡第一の出足がどううまく使えるかどうか。そうですね。それといつもの試合と違ってメンバーチェンジ少ないですね。はい、そうですね。本当もうあのションジーのところがなのかと楽南では佐藤君のところだけですからね。はい、後半の開始はセンターは福岡第一は12番のションジーを使っています。福岡第一ボールでスタートします。波里、ここのマッチアップは佐藤、早川、ションジーハイポストから外へ出す。波里、波里入っていく、レイアップに入っていくところ決めてファウル。最後のフィンガロールうまいですよね。うまいですね。これで波里10点。このフィンガロール、うわー、ちゃいファウルだな。谷口のあと3つ目ですね。谷口3つ目のファウル。ガードに対してのファウルというのはね、はい、極力谷口君抑えなダメですね、うん、これね。カウントワンスロー落とした。お、滑った。これは福岡第一にとってラッキーでした。大丈夫か、比江島君ね。うわー、いいでしょう。また来ました、ションジ。これで完全にもう分かんないですね。分かりませんね。42対39、ね、一気に3点差になりました。落ちた。ソンジリバウンド、波里、あっとつまずいた。ちょっとあのあたりが滑りそうですね。滑りそうですね、今ね。波里外からスリーポイント入らない。あ、リバウンドをつなぎました早川。ソンジからいいパスを送ってきました。カリノが来ました。ちょっと比江島君大丈夫ですかね。今オフェンス張り方も、ね、あんまり良くないんでね。まあ、ちょっと痛そうですね、比江島君ね。そうですね。42対41、1点差。洛南のリードは1点だけ。後半まだ得点はありません。入れて、あ、ファウルだ。ゴールした辻がシュートを打つところで、先ほどようやくこの試合で見事なシュートを決めた狩野のファウルがありました。このフリースローは大事ですね。はい、うん、いいですね。はい、あのこういうところでやっぱフリースローがまた落ちると流れとは変わらないんですけど、これでようやく落ちくと思うんですよ、うん、これもう一回ディフェンスですね、ラグナーはね。伊藤とも決めました。追加プレーです。これで次は18点取っています。ソンジ戻して、波里、波里、ディフェンスは佐藤です。これも入りません。これでいいと思うんですよね、はい、最後のところだけついとけば、確率がそんな高くいいわけじゃないですかね。レイアップするのはダメですよね、これは2ポイント。福岡第一ボールです。今比江島はもうどうでしょうか。普通に歩いてますね。大丈夫ですね。入れた。カリノもう一度出して、早川、早川、うわー、激しいですね、これはね。オフェンスリバウンドよく取りました。ションジ、あ、打ちません。もう一度波里、これでいいですね。リバウンド、ああ、ファウル、田村先生、田村のファウルです。これ田村と谷口のファウルが多くなってくると辛くなります。それと今のペネトレーション見てしまうと、はい、あの後のリバウンドで取りやすくなっちゃいますからね、うん、田村のファウルは1つ目です。早川、伊藤とも確実に決めています。これで早川は12点。
1点差です。辻、田村、入れた、谷口、ファウル、今度はションジーのファウル、どんどんやってもらいたいですね、それファウルしないことなぜ今3つですから、はい、谷口がね、久しぶりに谷口のシュートがゴール下で決まりましたね。これイブラヒマ出てきましたね、島田さん、ここですね、問題はね、はい、さあションジに変えて10番のイブラヒマを入れてきました。ションジのファウルは3つになっています。ションジ、イブラヒマの2人に対して谷口が1人ですからね、はい、イブラヒマ、イブラヒマ、ディフェンス谷口の上から、多分しょうがないと思います、ね、今のはね、ポイント取られたらもうファウルしないと、46対45です。ゴール下の激しい争い、はい、ラインクロス、はい、いや、ファールです、はい、大谷君のファールですね、はい、大谷のファールです。福岡第一、4番キャプテン大谷のファール、谷口君に入れてイブラヒマとのファールをもらうようなプレーでもいいんですよね。ああ、谷口は移動します。スリーポイント、波里ステップワークはパスを外に出して、あー、決めた、大谷、大谷が決めました、久々に逆転しましたね、はい、逆転しました、47対46、福岡第一逆転。前半が終わった時には7点差でしたから、8点取り返したということです。逆転して47対46、残り3秒です。あっと、全然違うところ振ってましたね、ちょっと今洛南がピンチですね、はい、松岡君に変えますね、あ、そうですね、はい、松岡に変えます。前半活躍しました松岡が入ってきました。ポイントガードの佐藤が下がります。でチームだからこういう時間帯もあるんですよ、はい、これをしのげるかですね、福岡大地もあったわけですからね、はい、エピオードにね、イブラヒモ、ディフェンス谷口、このリバウンドだけは取る、うん、そうですね、いいですね、はい、はい、矢島、逆に楽なはね、はい、福岡大地がやったようにやっぱり今度は向かっていくということを考えたんですね、あ、そうですね、はい、それが大事ですね、はい、こういうところは谷口君のペネトレーション、はい、いいんですけど、ペネトレーションすることがね、1対1の2人の当たり、その上からのシュートは落ちました。波里のパス、イブラヒモ、うまいですね、これはね、うまいですね、あれのバックシュートだけはいいですね、はい、見事なコンビネーションでした。これで13点取りました、イブラヒモ、福岡第一3点リード。今度は追う立場、ああ当たった、ね、ファウル。この2人のね、マークに谷口君がどれだけね、精神力とね、肉体もそうですけど頑張れるかですね、はい、2メーター1センチのイブラヒモ、これ3つじゃないですか、これでファウル3つですね、ションジも3つですからね、ションジも3つ、谷口も3つですね、はい、谷口君に6つファウルしてるってことですからね、はい、そうですね、その衝撃ってのはすごいですね、はい、あ、フリースローですね、これで、うん、どうしてもミスマッチなんで大谷君とはやっぱ10センチぐらい違いますからね、比江島君とは、玉井選手ですか、はい、もうチームファウルが増えてきましたのでフリースロー、あー、今これでファウルは4つ目になりましたか、こういう玉井選手なんていうのは怖いですよね、逆に1年生で、はい、そうですね、フリースローは9番の比江島、これで49対47です。 50% 変わらないですね、ラクダね、このフリースローとかちょっとね、第3第4ピリオド考えると集中しないとダメですね、フリースローは、はい、早川、もう一回早川地味、おー、ナイスブロック、見事なブロックだ、田村がファウルをしてよくね、はい、ブロックしましたね、その田村が戻ります、ここにいます、もう一度田村に入れます、
松岡攻めていいと思いますけどね、僕ね、谷口狭いですね、ちょっとね、狭いですね。比江島外から打ってきた、スリーポイントは落ちた、ディフェンスの勝ちです。福岡第一、4分切ります。あ、打ちません。今度はどうかな、打ってきた、ダメですね、球のなんか持ち方が良くないな。あ、その前もあの迷って打ちませんでしたもんね。打ちませんでしたもんね。本来は打ってもいいところですからね、はい。あ、このパスは通りませんでしたが、しかし落弾ボールです。難しいところですね、タイムアウト取るのか取らないかっていうのをね、ここね。こういうもつれるゲームだと後の方にタイムアウトを残したいですもんね。あ、そうですね。シューター辻、自分ではまだ打ちません。ダンパスは、あ、ファールだ。あ、フリーストですね、これで。ツーショットですね。そうですね、はい、もうファールの数が多くなっています。ちょうどオフィシャル席、すでに福岡第一は赤い筒が立っています。ただある意味ね、やっぱりファウルをしてこの流れを作ったと思ったことですね。7点差ですから。なるほど、普通に言ってはその流れが広げられるというところで、それは糸口ヘッドコーチいいと思うんですよ、はい。この追いついた時に今度これどこで攻めるかですね、うん。やっぱり5時までかかるんですね。2投目落ちました。今日は確率が良くないですね。14分の7ぐらいですから、はい、7点ね、ほら5点ぐらい取ったら違うんですけどね、そうですね。福岡第一1点リード。波里、うーん、今いいタイミングでバウンドパスを送りました、ね。今はいいです、まだ第3ピリオド、今ファウルするところじゃないですかね、はい。茨城間のシュートが決まりました。51対48、ファウルですね、これファールだ、押してますよね、完全ハンドチェッキングですから、はい。早川ジミーのファール、多分これなんですよね、この左手ですね、左手がもう上がってしまうとダメですよ ね、 すね、はい。手は上げといた方がいいですね、はい。ファールがもう多くなっていますので、ファールが出るたびにフリースローになります。洛南フリースローはキャプテン田村、もう一本ですね、ここはね、はい、田村君ね。うーん、これ冷静してますね、これ。どうも半分ぐらいの感じですね。全部ブラヒマ、今は軽く手を出した、あの谷口のソフトなディフェンスでした。これでも来ましたよね、今のね、やっぱりピリオドと、はい、僕は時間だと思うんですよね、はい。第3ピリオドの2分47秒のここは絶対ファウルしちゃダメですね、そうですね。洛南ボールです。わー、よく来ました、上から行きました、比江島くんね、比江島が決めています。コーナーで角度がなかったら難しいですよね。ああ、波里、今度は来ました、今ぐらいのタイミングですね、ですから今からちょっと注意ですね、波里くんね、はい、そうですね。波里それで13点取りました。54対51、2分20秒切ります。比江島ポンプフェイから、はい、うまいです、うまいですね。54対53、1点差、波里1本入った、来ますよ、そうなんですね、1本入ると来るんですよ、はい、来ました。波里15点、2分切ります。谷口、あっと大丈夫だ、あ、よく来ました、田村君、これ一進一退ですね、流れましたね、得点がね、はい、さあどちらが見せました、どちらが先に止めるかですね、はい。田村は8点取っています。いや、止めた、落ちました、ケージバックのところいいんですかね、はい。玉井君はまだ1年生でそれほど変わらないですからね、松岡スペースを作ればいい、そうですね、比江島、あー、うまい、これですかね、逆転、セネガルのね、あの今から飛んでもこのね、作った、はい、このカードが素晴らしいですね、そうですね、左手の見事なドライブしてからのシュートです。これで19点取りました、比江島、おー、ナイスパン、あー、惜しい、どうかな、うわー、チャンスですね、はい。辻、あー、自分では打ちませんでした。比江島が入れます、
谷口対イブラヒモ、ブロック、おー、ナイスブロック。辻のスリーポイント、うわー、正面から任せました。60対56、逆転して今度は4点リード。30秒切りました。早川ゴール下、イブラヒモ、このバックシュート、はい、うまいですね、はい、さあラストワンプレー、ワンゴール差、2点差リードしている洛南ボール。10秒切ります。誰が打つか、うわー、あー、スティールした、ファウルですね、ファウル、あー、これは奪われた田村、どうしてもあの奪われるとこういう風になることがありますよね。ここですね、ここでボールをミートするより先に体を入れようとしたのがね、うん、早川君にうまい位置取りされましたね、はい、これ涙田君気をつけた方がいいですよ、はい、さあ5秒切ります。スリーポイント短い。第3ピリオド終了しました。洛南60対58、2点リードを奪っていますが、非常に激しい見応えのある決勝戦になりました。洛南がリードを奪っています。ワンゴール差になっています。問題は洛南はフリースローが19本のうち10本しか入ってません。そこですね、もうちょっと楽に点数が空いてるんですけどね、はい、優勝をかけて第4ピリオドがスタートしました。連覇を狙います。白いユニフォームの洛南、昨年の優勝チームの福岡第一。最初の攻撃はスリーポイント、これをよくフォローしました。これ比江島くんなんですよね、よく入ってきましたよね、これね、はい、落ち着いたプレーを見せました。これで21点取りました比江島。早川ジミーパスアウト、ションジパス、いいパスだ、ナイスパス、ナイスパス、見事なアシスト、決めたのは早川。さあ2人の留学人選手が入っています。福岡第一、パスを入れて、わあ、ファウルですね、はい、ゴール下田村に対するファウルです。早川君ですね、これ3つ目ですね、はい、塩村さん、はい、まず洛南吉田コーチなんですが、このピリオド感なんですが、はい、まずゴール下リバウンド頑張れ、そして走れ、はい、谷口選手には、はい、負けるなと、負けるな、一言声かけました、はい、一方の井出口コーチ福岡第一ですが、はい、とにかく相手にしっかりついていけ、ジャッジ厳しいぞと、ラスト10分しっかり気合を入れていくようにと、はい、気合を入れました。両コーチの談話が入ったところで、さてフリースロー、田村が1投目をまた落としました。うわ、あ、これ5割を切りましたよ、切りました ね、ここですね、あの枠スリーポイント飛んだ、田村が飛びました。辻から今松岡が入っています。8番、これ平島君に入れてもいいかもしれませんね、これね、谷口、イブラヒモのディフェンス、田村出した、あ、時間がいっぱいです、時間がない、お、ここは守りました。福岡第一ノーマーク、あ、よく、あ、チェック入った、あ、ファールですね、ファールだ、5番の辻のファール、スリーポイントシューター辻のファールです。あ、じゃあ手が絡んでるんで、これはしょうがないですね、これしょうがないですね。62対60と洛南2点リードしています。フリースローはシューターの狩野、2年生、これはどういうところで点数が、はい、あるって言えないですね、これはね、今のはスリーポイントに対するファールですので3本あります。それぐらい一進一退ですね、はい、これで同点62対62。さあ残り8分20秒の勝負です。
江島、あこれもちょっと滑った、これ4つ目ですね、ファウル、イブラヒマ4つ目ですね、はい、イブラヒマのファウルが4つになりました。足が動いてないんでね、あそこら辺もね、だからファウルになってしまいましたね、イブラヒマね、まあ、まだ1年生ですから、これから学んでいくことはまだたくさんあるかもしれませんが、着弾ボール、田村、これはパスが通りませんでした。イブラヒマがパスカット、そしてファーストブレイク、後ろから行った、あファインファールですね、イブラヒマのファールですね、オフェンスファールを取られました、ファールアウトです。今の近いね、比江島君のシュートブロックは高かったですね、これ早く出てると思ったんですけど、これね、これもね、探してるでしょ、はい、まあ、後ろから行ってるんで捉えてもしょうがないとかしょうがないですね、はい、これね、はい、見え方なんでね、はいはい、まあでも井口監督も笑顔ですね、まあ、頑張った、まあ、苦笑いするしかない、苦笑いですかね、するしかないと思います、拍手ですね、はいはい、あそこはよく走ったんでね、はい、今もね、そうですね、代わってションジーが入りました、全く予断を許さない戦いになりました。ゴール下へのパスはラインクロスです。アウトオブバーンズになりました。福岡第一ボール。もうこれからはほんのちょっとしたプレーが大きな波紋になることがあります。そうですね。まあ、流れですよね、流れ。ションジ、ディフェンスはいい谷口。波里つないでのシュートは落ちた。うん、これが入らないんですよね。はい。家島。ここは松岡。ここはマッチアップは浪里と松岡です。簡単にね、はい、谷口でもいいと思うんですよね、そうですね、ここ攻めて、はい、谷口外から打ってきます、あれはリズムじゃないんですよね、あそうですね、速い攻めで打ちましたが、ションジもう一度立て直します、カリノのレイアップ、惜しい、いや、わかりますね、まあ、意識しますよね、高さとかね、62対62同点です、比江島わーボードに当ててのバンクシュート、この2年生すごいですね、やっぱりね、すごいですね、早川君とこの1対1は見事ありますね、はい、アンダーエピンはね、今度は洛南リード、スリーポイントシューター、カリノ、今日はあまりスリーポイントは打っていません、あ打てない、ションジ、谷口に対して決めた、ションジが第二ピリオドの終わりが良くなってますね、彼ね、はい、64対64、同点です、木村ひもがファールアウトしましたので、もうカリノセンターはいません、ドライブで入っていった、うわ田村フォローした、田村サードは感じてますね、ああいうところね、はい、リバウンド、うわーっと、ションジー外へ出す、これは諦めました、ションジー谷口に対して決まった、しかもカウントワンスロー、ファールがこれで谷口4つですね、島村さん、はい、福岡第一のションジー選手がここはね活躍してますが、第一も第二もそれぞれのタイムアウトがこのションジー選手に対する指示で、はい、1回1回ね表情が変わってきたんですよ、はあ、かなり気合が入りました、うん、でファールアウトしたイブラヒマ選手が偉いなと思うのは、ええ、タイムアウトの時も含めてですね、ええ、その都度うなずきながら理解しながらで今もまだ試合から出ていないですね、声をかけてますね、なるほど、そのイブラヒマ声をかけてます、そうです、今比江島君に代わって、はい、佐藤君出したんですね、あそうですね、それは何だろうか、吉田ヘッドコーチがベンチで指示を出しましたね、ええということはもしかしたら何か伝承変えるか、うん、谷口君が4つなんでね、はい、11番の佐藤が入ってきました、谷口、ここがリバウンド早川、してる、ファーストブレイクはこれは手につきませんでした、タイムアウトですね、ラグランタイムアウトですね、これラグランタイムアウトです、
67対61、福岡第一1点リード、残り時間5分11秒、メガチェンジ、メガチェンジ、そうですね、メガチェンジですね、変えました、はい、比江島君に。だ比江島君が多分勝利につくんでしょうね。なるほど、谷口を下げました。ここはどうしのいでいくか、落弾、田村のファールです。さあまだ1点差でね、まだ4分57秒あるんでね、こっからの面白くなりますよこれ。狩野がボールを入れます。そして涙と、これ涙津君のやっぱりガードセンス、スリーポイント、大事なところで、はい、分かってますよね、はい、ここで打ちに来てるんでね、出ませんでした比江島。そこツーガードにした時どうなるかですね、はい、トラベリングですね、今トラベリングです、タイムアウトを取られて、はい、ディフェンスが効きました。福岡第一、田村がトラベリングを取られました。勝負は残り4分31秒、70対66、この緑のユニフォームの福岡第一、2年ぶり2回目の優勝を狙っていますが、現在4点リード。まあ、ちょっとゾーンじゃん、ゾーンですね、これゾーンですね、そうですね、ゾーンですね、今のワン、ツー、ツーが来てますからね、はいはい、これ勝負ですね、これ落弾はね、はい、これが効くのかどうかですね、うん、このディフェンスがどうか。ここでね、僕ね、はい、あのカリノ君は要注意、カリノ要注意、かわしてカリノの、うわー、さっきバンド、リバウンドは、ね、よく取りました。これはゾーンが効きました。まあ、でもカリノがこういう形で今度は打ってくるケースが増えてくるかもしれません。あっとダブルチームだが、比江島フェラウト、すごいバラ速にしても、やっぱり精神が強いですね。そうですね、これワンツーツーのドンですからでしょうね、はい、これは上から当たっていきます。そしてドン、ワンツーツー、これは手を持ってます、さすがですね、吉田さんね、だカリノ選手だけは要注意です。あと早川選手ですね、はい、ノーマークの早川選手はダメですから、はい、カリド涙と当たってない、あ、24秒ですね、リングで当たってないですね、はい、24秒バイオレーション、これは守り勝ちました、はい、これ結局ゾーンは2回決まったことになりますね、来ましたね、はい、来ましたね、今ずっとマンツーマンでやってたので、はい、変わってますよね、ボール周りが、はい、はいはい、先ほどタイムアウトなんですが、やはりさすがに声援が大きくなってましてですね、ちょっとはっきりとは聞き取れなかったんですが、はい、洛南吉田コーチはとにかく今何していいか分からなくなっていると、落ち着けと、自由なことをまず一言言って、そしてディフェンスの指示でした。スリーポイントきました、次逆転、パッシング、うわー、決めてください、はい、ね、パッシングとギャップをついていく、はい、ワンツーツーかスリーツーですよね、ローテーションきましたね、シャンジパスフェイク目でどうかな、おー、ナイスブロックアウト、ブロックアウトしました、洛南今度は逆に1点リードしました。次のスリーポイントが効いています。今までマンツーマン打てなかったじゃないですか、はい、いきなり打てるところに来てるところで、はい、やはり タッチがちょっと良くないですね、田村、辻、あ、ファールですね、辻に対してファールです。6番の狩野のファール。柴村さん、はい、井出口コーチ先ほどこれを注意しました、あ、ファールトラブル注意、うん、練習通り行こう、選手同士は今走ろうという声が出してます、はいはい、今日の洛南はフリースローは入らない、しかしスリーポイントは効いています、効いてますね、比江島が入れました、うわー、ノーマーク、リバウンドがいない、リバウンドフォローがいなかったですね、よくフォローしました、田村、こ、田村さん、これがいいですよね、ハードがね、はい、3点差、残り2分12秒まだまだ分かりません、分からないですね、ここから僕、なみさと君が聞いてくるんじゃないかと思って、ここからこういうところっていうのはね、はい、そうですね、島村さん、はい、今のタイムアウトで福岡第一の方は、ずっと入口コーチは相手のメンバー交代がないかを見つめていました、あ、その間並里が選手に声かけました、リーダーシップを発揮しました、はい、そしてちょっとタイミングが悪いと、悪い、構えているからだ、そのあたり注意しろというオフェンスについての注意がありました、はい、
クリザと。ここもね、遊びのパスの後にインサイド一回でインサイド入れて出して出したところを狙ってもいいですね。波里ワンポーズありました。あ、どちら、あの出した瞬間でってもいいです ね、 今ね。そうですね、ちょっと今ポーズがあったんですよね。ダブルより早川君とションジーがもうちょっとフラッシュしてもいいですね。あ、チャンスを逃しました福岡第一。佐藤、宮島、宮島対早川、シューター辻、今度は次のパス、おっとコンビネーションよく見えますね、あそこがね、はい、11番の早川のファール、見てますね、ここでね、来る前に、はい、行く前に見てますね、うん、タイムアウトを福岡第一が取ります。ウインターカップを目指しての両チームの戦い、残りは1分30秒、1分30秒で優勝チームが決まります。もちろんこの点差ですからオーバータイムということも考えられなくはありませんが、決まった1投目、比江島2本目ですね、絶対大事なのはね、はい、先ほどから2本目落としてますからね、比江島君、4点リード、2投目落としました、まだ分からない、まだ分かりませんね、これはね、2点でもいいですね、これは、はい、島村さん、はい、出口コーチ、次は2点でも3点でもいい、うん、リバウンドを頑張れと、はい、波里、もう一度波里に戻します、速いパス、まだ打たない、僕ね、これ早川君アウトサイドって言ってもいいと思うんですよ、お前ね、さあ、こい打った、おっと、リバウンドはラグランボール、なんかもう一つシュートを打つタイミングに若干のこうリズム感がないですね。そうですね、それと一番最初にコーナーでパスをしている早川君いたんで、コーナーに落としてもいいですよね、ボールはね。1分切りました、これはもう絶対守らなくていけないところですかね、はい、そうですね、あー入り込まれて、わーナイスパス、ナイスパスだ、決めた、今のは素晴らしいですね、素晴らしいアシストでした。何かここで出しますか、こういうの、これ辻の見事なパス、決めたのは田村、76対70。島田さん、はい、福岡第一出口コーチは選手たちに、まだ40秒はあるぞと声かけました、はい、さあ波里君、こう見せてもらいますよ、ここ、ね、はい、6点差を追います、波里、まだ打たない、もう一回波里、スリーポイント、あーエアーだ、カットボールですね、カットボール、カットボール、はい、カットボール、カットボール、さあ残り9秒ですか、詰めた後残り20何秒ですよね、スリーポイント欲しいですね、それでプレッシャーかけてファウルゲーム、はい、残りは29秒、スリーポイントが欲しい、打ってきた、やった、決まった、これでファールをしないといけないですね、ファールゲームに行く、はい、ファールゲームに行きたい、20秒切った、あ、これファールに行きました、ほら、あ、これですね、今のはインテンショナルファール、76対73というところでファール、もう一回見ましょう、フリースローは比江島です、うん、やっぱり緊張感があります、ありますね、あります、2投とも落としました、これファールするしかないですね、そうですね、まあ、ボールに行ってファールをするんですね、はい、そして洛南ボールでのスローインになります、これからボールを入れます、残り18秒、ボールが入った、ファールをしないと、ファールに今行きました、残りは14秒、残り14秒で76対73、先ほどの比江島のフリースローが入っていればですね、はい、かなり確定的、決まりかかったと思うんですけれども、まだね、
問題はこの2投が入るかどうかという。そうですね、これ1本決めても僕は確率的には高いと思いますね、もうね、はい。さあ優勝に向かってのフリースロー、OK、入りました。それでこれを持ってくるときに今度は洛南の方が1回触る、これね本当、ゲームなんでね、はい、それをやっぱりやるべきでしょうね、うん、これね、あ、決めた、これを決めました。これね1回持ってきたときにファールを、はい、シュート前にファールを1回できますからね。うそうですね。さあ優勝に歩きましたね。いけない、トラベリング、これで決まりましたね、はい、優勝に王手をかけました京都洛南高校、2連覇が近づいてきました。78対73の5点差、まあ、攻めなくていいですね、ここは、はい、ゆっくりいきます、時間を待ちます。京都洛南高校2連覇なる、2年連続優勝、78対73で福岡第一高校を振り切りました。健闘を称えます両チームです。去年の優勝メンバーから4人残りました。そして今大会は能代工業の三冠という一つのテーマもありました。その中で洛南高校は見事に2年連続優勝を飾りました。最後の最後まで、ま、言ってみれば第4ピリオドの段階では福岡第一がちょっと有利かなという、そういう場面もありましたけれどもね。ありましたね、確かにありましたね、はい、それと塚本さんが言われたこのベンチワークの勝利が一つあったという、あのゾーンに変えたところ、まあ、最後のところのフリーショットがいろいろありましたけど、やっぱりゾーン変えてから攻められてないんですよ、はい、そこがやっぱり福岡第一の敗因でしょうね。そうですね、まあ78対73という決してハイスコアではありませんから、ただ見応えはすごくありましたね、これはね、さあまず佐久本さんの胴上げです。いや苦しかったと思うんですよ、インターハイも国体も勝てなかったですからね、このウィンターカップしたらいいチームを作り上げてきましたね、本当に、はい、まず佐久本さんが宙に舞いました。そして吉田コーチの胴上げ、昨年に続いての嬉しい嬉しい胴上げになります。喜びの京都洛南高校。